ジェームズ・トーマス・デントン・ジュニアはアメリカ合衆国の俳優。テレビドラマ、デスパレートな妻たちのマイク・デルフィーの役で知られている。テネシー州ナッシュビル生まれで、同州グッドレッツ・ビルで育った。同名の父 JT ・デントンは、司会で軍隊勤務経験を持つ。デントンは、テネシー大学に入学し、ジャーナリズム学を専攻して広告学の学位を取得した。また、 同大学在籍中はシグマアルファ、イプシロン UI 会に所属していた。大学卒業後は2つのラジオ放送局の宣伝を担当していたが、23歳の時にナッシュビルのコミュニティセンターで演技を始めた。その後カリフォルニア州に移り、本格的に俳優業に専念した。デントンは、アリー・マイ・ラブ、ザ・ホワイトハウス、犯罪捜査官ネイビーファイルなど様々なテレビドラマに、 出演し、ザプリテンダーやスレッドマトリックスでは共演俳優の一人に起用された。さらに、2004年に始まったデスパレートな妻たちでは、主人公の一人スーザンと恋に陥る配管校マイク・デルフィーの役で一役有名になった。デントンは2009年にカントリー歌手フィル・バッサーのボビー・ウィズ・アン・アイのプロモーションビデオに出演した。またヒュー・ローリーや、 テリー・ハッチャーと一緒にチャリティバンドを結成している。私生活では、1997年に女優のジェナリング・ウォードと結婚したが、2000年に別れた。2002年にエリン・オブライエンと再婚し、2003年に長男を、2005年に長女を設けた。デントンは野球好きで、ボルチモア・オリオールズのファンである。また、カリフォルニア州フラトンを本拠 マイナーリーグのゴールデンベースボールリーグに所属するオレンジカウンティフライヤーズの経営にも関わっている。ありがとうございます。